はい、おはようございます。すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、来たね。はい、もう僕鼻詰まってきてました。来た、まあちょっと1回ずつやったから今ね。そうですね、はい、まあ最初から見てない人は分かんないと思うけど、今回、カップ麺、ね、激辛カップ麺4連チャンの、はい、3回目、はい、3個目って言えばいいのかな。3個目ですね、うん、3個目、はい、もう1回ずつね今リレーで食べてますんで、はい、この次3個目俺のターン激辛カレーペヤング焼きそば。これだけちょっと異色ですからね、カレーなんで、スパイスなんですよ。まあそうね、唐辛子じゃないんで。そう、また辛さの質が違うんでね、うん、そう楽しみなんと、あとは3つとも、スープですけど、この子だけ焼きそばなんで、それがどう出てくるかっていうのが。そうなんだよね、でこれね、これ油断ならない辛さって書いてあるまあまあとりあえずね、はい、はい、食べていこうと思います。食べていきたいと思います。はい、どうなんのかな。はい、そしてますよ、テレンテレンテレン。あ、普通の焼きそばですね、普通にペヤングの麺が出てきて、まあペヤング焼きそば火薬と、あ、まあ、こいつですね、問題はと、こちらね、はい、これですって。あ、これね、こっちらなんで、これ薄くするこれ、ちょっとね、赤い気がするな、俺なんか、うん、こちらですね、はい、じゃあこれをね、作っていきますか。はい、お湯入れていきましょうか。はい、はい、じゃあ、お湯入れていきます。はい、はい、入れますよ、はい、テレレレン、あ、ごめんなさい、全部ね、はい、はい、はい、というわけでね、よいしょ。さあ、はい、3分ですか。3分ですね。はい、というわけで3分経ったんで、お湯切りしたいと思います、うん、で、なんか僕らペヤング食い慣れてないんですよ。そうそうそう、ね、内地の人はこうペヤングだけど、うちらは焼きそば弁当ってね、はい、日清の焼きそば弁当とか。そうですね、日清、マルちゃん、マルちゃんか、はい、マルちゃん、どうぞ。よいしょ、よいしょ、おお、ほほほ、赤いぜ。赤いのが出てる。血のりかな、これは血のりなのかな。黒いっすね。ああ、ちょっとどっちかっていうと黒に近いかな。うん、ね、はい、そう手にガッチリついた。あ、まあ辛っあ、まあでもカレーだから。ああ、まあ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 、うん、なんか赤いっていうよりはちょっと黒みが強いのかな、うん、あ、もうほらほら、なんかカレーの匂いだもん、これほら。おー、うん、いいですね、うん、なんか見た目はそんなカレー臭、うん、なんか焼きそばですけどね。そう、うわすげえ、これカレーの匂いですね、うん、なんか一つ言っていい？はい、なんかこの匂いを嗅いだだけでお腹いっぱいですまあ、うん、僕もです、うん、はい、こういう感じですね、はい、はい、カレーだなー匂い、うん、ね、行ってみたいと思います。はい、いわゆるカレー焼きそばだからね、これね、うん、うん、正しいじゃん。いただきます。汁がない分、まだうん、お、ああ、あのねわぁ、カレーの匂いすごいな。なんつうんだ、こうじわーんってじわーんってくる辛さ、あのね、一定のあれがじわーんとくる、うわっっていうんじゃないんだけど、なんかローキックのようにこうっていう感じで、こうじわーんって消える感じですね。ボディーブローを打たれてる感じですね、うん、まあ美味しそうですね、うん、うん、ジュワンっていう辛さと、あのカレーパンの風味みたいな。ああ、はいはいはい、はい、カレーパンのカレーに近い。ああ、それめっちゃ美味しいじゃないですか。感覚、うん、感覚ですね、これね。一口食べるあ、そうですね、ちょっと審査するのに、うんうん、ちょっと、うん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 、ああ、なんかじわーんってくる感じね、うん、
残るんだけど、なんか一定の辛さでずっと残るみたいな。カレー。あ、でも下か辛いな。うん。あの食べ終わった後ブラックコーヒーですね。うん。うん、本当は乳製品欲しいね。うん。あのミルクです。うん。おい、ということで食べました。うん、うん、はい、というわけでね、はい、ペヤングのね、激辛カレー、うん、はい、鑑賞しましたけども、はい、なんちゅうのかな、本当にカレーパンのあのカレーっぽい感じの、うん、なんかカレーですね、これはナチュラルなカレーですね、うん、うん、粉っていうか、なんちゅうのかな、ああいう感じのパウダー的なこう香辛料の感じというか、うん、そういう風味ですね、うん、美味しい。で、多分もう僕下行かれてるんですけど一定のリズムでこうずっとウィーンっていうこう辛さ、うーんっていう辛さですね、はい。まあ、なんかこういうカレー系でちょっと試してみたい人はね、ぜひ食べたらいいと思います、うん、そうですね、はい、スープ系あるけどやっぱり焼きそばのこういうのってないと思うんで、うん、これもまた美味しいですね、うん、はい、ぜひぜひという感じです、はい、はい、というわけで次でねラストの1個がね、はい、もうね、残ってますけど、ね、これ はい、大好きです、名前が、うん、んということで、こいつを残して、はい、で、これを食べた後に、うん、順位発表したいと思いますんで、はい、皆さん、次の動画、ぜひ見てください、見てください、はい、次ラストです。まあ、ある意味、ブーちゃんのラストかもしれませんというわけでね、今日もありがとうございました。はい、はい、次の YouTuber たまさまとブーちゃんでした。またねー、またねー。